どうも花輪でございます。リュウちゃんです。今日はですね、リュウちゃんと2人で今ここ国立競技場近くですね、まあ、原宿千駄ヶ谷の間ぐらいですけども、めちゃくちゃ美味しいカレー屋さんがありまして、うん、僕は日本で一番美味しいと思ってるカレー屋さんなんですけど、実は僕少し前まで近く住んでまして、で、よく通ってたんですけど、見てください、もう大行列です。もうすでに行列、こんな雨でこんな寒い日にもかかわらず行列ができる超名店でございまして、よごろうさんというね、食べログ、3.81 とかもうすごい人気の店、うん、楽しみ、うん、カレー好きだもんね。カレー好き、この並ぶカレー屋さんとか行ったことないからね。じゃあクリも今日カメラ回してくれてますけど、クリも今日は一緒に、あのね、ポークとチキンがあるんですけど、とりあえずさんに別々の頼んで、はい、行きましょう。はい、並びましょう。はい、こんにちは、クリシャス。すごいです。しゃれてる。オーナーの西さんです。どうもします。すみません、西さん。お忙しいのに、すみません。とんでもないです。いや、撮影協力いただいてありがとうございます。あ、いい。私の息子なんですよ。あ、はい。テレビで拝見。柔道から。あ、そうです。柔道やってて、今、音楽。あ、もうやってるんです。はい、今音楽やって、柔道今やめて音楽やってます。あ、そうなんですか。はい、注文どうしようと思うんですけど、チキンがやっぱりご紹介したいなと思ってまして、はい、で、トッピングの卵があるじゃないですか。はい、トッピングに半熟卵つけていただいて、はい、それとあとトマト系もなんかいいなと思ってて、はい、人気があるのは、はい、チキンで、はい、トマトがスパイシーで、ほうれん草がマイルド。そうなんですよね。どっちがいいでしょう。ほうれん草締めようか。ちょっと辛め、トマトは、ね、辛いの食べたいです。じゃあトマト、でポークが結構角煮で大きい。あ、そうだ、ポークもいいんだ。じゃあクリも、カメラ撮ってるクリちゃんも食べるんで、じゃその3つを、それぞれ、チキンのほうれん草が1つ、はい、チキンのほうれん草1つ、卵トッピング。そうですね、はい、トマトのチキン、トマトのチキン、卵、はい、とポークの、ポークのほうれん草しますかね。ポークのほうれん草、それで全部卵トッピングで、はい、あ、分かりました、はい、ありがとうございます。めちゃくちゃうまいです。本当にうまそうだもんね。もう雰囲気が、この雨の平日でこんな並んじゃってるわけですから。実は俺がね、すぐそこに住んでたんですよ。そうなの。うん、少し前原宿に住んでたの。そうそうそう、ちょっと共通の友達もいて、西さん、ここは何度か落としてもらってるけど、もう本当にどんどん人気店になっちゃって、俺が普通に入れないです。今回は許可いただきまして本当にありがたい感じですね。見て、これさ、フィギュアとか可愛いでしょ。なんかポニーとかね、フィギュア屋さんで、あれ、ね、謎に高いこれすごい、やっぱりレアだね。秋葉原とかにあるおしゃれなんだ、やっぱね、場所が場所だからね。おしゃれてる。おしゃれでしょ。今日めちゃめちゃ寒い。ああ、そうだよね。にもかかわらず、30分近く先に並んで、皆さん並んで、今もう並んでるでしょ。もう入る。震えながら、ね、震えながら傘差してたまって、ね、これサラダが届くんですよ。美味しそうだ。でこのサラダのドレッシングがめちゃくちゃうまいです。ジョジョ園、これジョジョ園じゃねえよ。これはもう大体もう最初のところで食べちゃう。俺も食べちゃう。いただきます。いただきます。なんでうまっ。うまいでしょ。うまい、うん、うまっ。いいっすか、リュウちゃん連れてきたかったね。へぇ、うん、めっちゃいい。まあ、原宿とかさ、多分絶対リュウちゃん好きだから。そう、絶対そうだよ。ランチ時すぎてもずっと並んでるから大変だね、うん、今日はクリスラ君がカメラ回してますけど、クリもだから、クリポークだから、はい、すいません。食レポありがとうございます。食レポてか別に俺ら食レポ全然毎回できてないけど、ただうましく言ってないけど。いやでも本当にちょっとクリにも食べてほしい。あ、初めてでしょ。初めてです。初めてです。これはマジでね、並ぶカレー屋自体が初めてです。もうすごい並んでるよ、この雨なのに。じゃあめっちゃいる人、めっちゃ増えてる。すごいよね、本当に。ビビったもん、最初から来た。マスク、うん、ライス、ご飯です。サーメリックライスです。
はい、あ、フォークはこちらです。うわ、すげえフォーク。こっち、フォークこっちです。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。うわ、フォークすげえ。こちら、すみません。はい、いきますね。うわ、卵のトッピング。うわ、すごいでしょ、これ。出たっぽく、これやばい。どういうこと、どうなってんの、これ。カレーですから、これ下に、あ、これカレーってこと。これカレーなんです、これが。すごいでしょ、インパクトが。すごい、これはすごいよね。なにこれ、これはすごい。これカレー、写真撮って。カレーじゃないよね、これ。すごいでしょ、すごいじゃん、これ。インスタ映えだ、インスタ映え。一緒にインスタ映えするで、ほんとインスタ映えだ。これ全部にこの大根と卵がつくんですか。本当おでんみたいな。本当にすごいよね。これがターメリックライス、うん、大好き俺。なんかいや、いいなフォーク。これこれクリだね。ありがとうございます。はい、トマト、トマト、イエーイ。こちらがほうれん草。これがほうれん草。トマト、ほうれん草。トマトにほうれん草です。この緑でほうれん草なんてやつ。そうです、そうです。これがトマト。うわ、おいしそうですね。はい、待って、おしゃれだね。写真タイムです。おしゃれでしょ、うん、これでインスタタイム。はい、インスタタイム。一回じゃあクリップ書いてみましょう。さあ、それではいただきましょうか。いただきます。いっちゃってください。チキン結構スパイシーですよ。いただきます。うん、うまっ。めっちゃうまい。うまい。チキンが美味しくない。また、うん、めっちゃうまい。スパイシーで、スパイシー、うまい。ほうれん草のチキンですね。ほら、こういう感じのね、ほうれん草の色になってまして、今日うまっ。うまっ。まろやかなんですよ、味が。チキンがさ、めちゃめちゃジューシーで香ばしい。外がパリパリ、おいしい。ね、どん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 こう食べていくうちにスパイシーになってる、口の中で。このターメリックライスとね、また合うんだよな。ターメリックライスうまいね。おいしいね。うまい。卵を、うん、あ、そう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 。ね、あの、はい、たまんない。あーね、ね、マジでやばい。もうこうして卵をこう崩すでしょ。ほんで崩してこれをこうの一気にの。こういう感じで卵とほうれん草のカレーとチキンも一緒に。うまっ。やばめっちゃうまい。やばいよ、マジでうまい。うまいでしょ。食べれないよ、家では。どう食べれば。いや、刺してみます。お、柔らか。柔らか。なんですか、これ。角煮みたいな。うん。うわ、いや、溢れる、溢れる。うわ。うわ。なんすか、これ。いただきます。うん、もう柔らか。やばいでしょ。
うんまっ初めて言いました。アーメンクレープうまいね。うまいっすね。何で作ってんだこれ。もう色がすごいもんね。本当な。食べていくうちにさ、結構スパイシーでしょ。最初全然そんな感じしないんだけど。徐々に効いてきて。ボディーブロー。徐々にね、来るよね。これはわかります。これは目隠しと当たるね。さすがに。パリパリなんだよね、このチキンが。嬉しいね。いいね。これ。おしゃれなんだよ、本当。おしゃれだね。だってさ、このチキンカレーで1000円でトッピングで100円で1100円で食べれちゃうからね、こんな美味しいの。で、このポークは1350円だからね、1450円食べれちゃうから。え？いや、全然そういうの、全然一番美味しいですよ。安いから中毒になるでしょ。また来たくなっちゃうでしょ、すぐめっちゃでかい。見てしょうちゃんには辛いんですか。まあ、そうかな。もしかしたらね、通りにはちょっと辛いかもしれないけど、まあでもそんな、後からやっぱ来るでしょ。スパイシーな感じが。食べてる時はもう分かんないんだよね。さあ、ということでして、今日は五郎さんのカレーをお届けしました。美味しかったね。まあ、いやもう、すっげー美味しかったです。これで皆さんは来てみていかがでしょうか。まあちょっと並ぶかもしれませんけどね、並ぶ価値ありますから。はい、ということでございまして、はい、もう完食でございます。はい、ごちそうさんでした。美味しかった。兄さん、ごちそうさんでした。ありがとうございました。美味しかったです。あれですか、兄ちゃん、出身が？あ、長崎です。長崎だけど、はい、本家は嬉野です。そうなんです。同じ佐賀の血も入っているという時計屋さんです。あ、西時計店です。あ、西時計店さんの息子さんなんですよ。今はもうあの違う人がやってるんですけど、また来ますね。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。佐賀の皆さんもぜひお願いします。与五郎さん来てみてはいかがでしょうか。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも押してくれ。